先生の偉大な理論と台湾民政府の存在を知る夜明けになるのだと思います。从那个时候那一个点日本人才会晓得我们的林秘书长的伟大，他的理论啊，的伟大。日本には夜明け前が一番暗いということわざがあります。日本有一种俗语，俗语说就是会晓是吧，就是刚刚要早晨要明亮的时候，那个时候是最暗的时候。今苦しい戦いの時にあるのかもわかりません。しかし皆様の顔を見ていると本当に朗らかで勇気いっぱいで、むしろ私たちが元気づけられますが、まさに今夜明け前であれば、これから明けてくる夜明けは素晴らしいものになろうかと思います。現在可以说是最需要忍耐最苦的时候。不过看到大家的那个很明朗的这个脸色，反而我们得到你们的鼓励。昨年のちょうど今頃だったと思います。私が川村先生から裁判を命じられた時の話ですけれども、その頃台湾民政府の方々が靖国神社にお参りにされ、まあ、今日と同じように威風堂々と参拝しておられました。就是大概是就去年的这个时候。那时候他也是看到大家威风凛凛来这个参拜这个靖国神社。日本ではなぜかそのことが多くの新聞で報道されないで隠されたままでいます。很遗憾的就是日本的报纸从来没有报道这个事实。しかしその直後です。まるで民政府の方々に扇動されたように、安倍総理大臣が12月の26日に靖国神社に参拝しました。就是我们去年12月我们参拜靖国神社以后，26号安倍首相跟着来拜这个靖国神社。本来他说是不参拜的，大概看到我们大概日本人说人家外国人来在拜你，我们首相都不拜的，大概被懂了。それは本当に数年ぶりの総理大臣による靖国神社参拝でした。这是数年来第一次首相的参拜这个靖国神社。私も涙が出るほど嬉しい思いをしたのを覚えています。他也是流着几乎流着眼泪，很高兴。ところがその総理大臣による靖国参拝に反対する人たちがいます。但是日本就有一群人就反对首相参拝靖国神社。彼らが今年の4月に首相の参拝を差し止める、そして損害賠償を請求する裁判を起こしました。这四月他们就起了诉讼，就是要阻止首相参拜靖国神社，然后要求赔偿，因为他说是违反日本国的宪法。日本では裁判の相手に国を相手にすることができます。ですからその裁判の被告は日本国がまずなっている。そして次に安倍晋三首相が被告にされている。そしてなんということか、この総理大臣の靖国参拝を受け入れた靖国神社が被告になっています。在日本、你可以控诉这个国家，当然也可以控诉这个首相啊。然后不晓得是什么缘故，接受首相来拜这个靖国神社的这个事情，完了靖国神社也变成被告。この日本の足を引っ張り続け、そして日本人が目覚めることを妨げている人たち、これは反日を標榜する日本の左翼の人たち、そして韓国にいる韓国人、そして日本にいる中国人、それらによって形成されています。
这一群人就是在拖日本的人这个后腿的，就是一些在日本的中国人，大概就是讲台湾人啊，还有韩国人，就成了这一群。